皆さんこんにちは。女子バレーで活躍された木村沙織さん、埼玉県出身のバレーボール選手です。高校生の時から有名になり、オリンピックではメダルも獲得しました。木村沙織さんは年収、バスト、歴代彼氏、結婚生活、監督との確執についてなど数々の噂が立っていますが、現在はどのような生活をされているのでしょうか。これらの噂の真相に加えて、木村沙織さんの現在について調査してきましたのでお話しいたします。まずはバレーボール選手木村沙織さんの簡単なプロフィールをご紹介いたします。名前木村沙織、愛称沙織、生年月日1986年8月19日、血液型 O 型、出身埼玉県八潮市。埼玉県で生まれた木村沙織さんですが、その後両親の仕事の関係で大阪、東京と転々とした後、東京のあきる野市で秋川 JVS というチームでバレーボールを始めました。小学校2年生の時に両親の影響でバレーボールを始めます。小学校4年生で一度同級生と思う存分遊んでみたいという理由からバレーボールから離れていますが、その時のみでそれ以降はバレーボールを続けてきました。中学校ではその後に日本代表で一緒にプレーする選手たちと出会っています。切磋琢磨して中学校でも輝かしい成績を残しています。高校生の時には2年生から主力として活躍し、春高バレーを2連覇しています。スーパー女子高生と呼ばれ有名になっていきました。高校卒業後は東レに入社し、バレーボール部の一員として大活躍をしました。その後はワクフバンクジルクテレコムで活躍をしています。ワクフバンクジルクテレコムはトルコリーグのチームです。プロ契約をしていました。そして2017年3月22日記者会見を開き、正式に現役引退を表明した木村沙織さん。一番印象に残った試合はロンドンオリンピック準々決勝の中国戦だったそうです。その後サニー32クラブというカフェを開き、大阪で営業を行ってきました。しかし年内限りで閉店することをインスタで報告しています。そんな木村沙織さんですが、年収について様々な記事が出ていましたが、実際はどうなのでしょうか。バレーボールの選手はプロ選手ではなく実業団なので、主力選手でも月給20万円から40万円前後と言われています。中には少数でプロ契約を結ぶ人もいるようです。メジャースポーツに比べるとやはり少ないなというのが個人的な感想ですね。中には日中に普通の仕事をしてから夜だけバレーボールの練習をしているような選手も多くいるようです。木村沙織さんはプロ契約だったので1000万円超えではないかと推察されています。それ以外にも CM や個人的に契約をしているところもありそうです。そうすると給料としての金額にプラスとしてもらっていることもあると思われますので、2000万円弱くらいでしょうか。その後トルコリーグでも活躍しましたが、その時の年収は1億円だったそうです。給料のことを考えてしまうと、海外リーグに挑戦することも選択肢としてありだなと感じる人もこれによって増えるのではないでしょうか。プロ契約、そして海外だと金額は多くもらえるようですね。続いては木村沙織さんのバストについて深掘りしていきたいと思います。まず木村沙織さんはサオリンパイと呼ばれていることもあったくらいの巨乳の持ち主だったようですが、実際はどうなんでしょうか。推定 F カップという記事が多くありました。実際にバレーボール選手がカップ数を公言することがありませんので詳細は分かりませんが、巨乳であることは間違いなさそうです。バストに関しては検索で木村沙織さんのことを調べると多くの画像が出てきますが、やはり胸の大きさは隠しきることはできていませんでした。実際の詳細は分かりませんが、東レ時代のユニフォームが余計に胸の大きさを強調しているように感じます。次は木村沙織さんの歴代彼氏についてです。木村沙織さんと関連して出てきた方々は全部バレーボール選手でした。3名の選手の名前が多く出ていました。まず1人目です。石橋雄介さんというバレーボール選手です。
JT サンダースにいた選手でしたが、こちらは名前が出てくるものの実際に付き合っている様子の写真や証拠が少なかったようです。付き合っていなかったものと推察します。続いてが米山雄太選手です。米山選手は東レで活躍していたバレーボール選手で、近くにいた存在のようですね。しかしこちらは2人ともに否定をしているということで、交際はしていないのではないかなと思います。3人目が日高雄二郎選手です。こちらの方と結婚をされています。そのため歴代彼氏であることは間違いないですね。現在も仲良く過ごす様子が出ています。それでは次に日高雄二郎選手との結婚生活についてまとめていきたいと思います。お二人は2016年に結婚をしています。結婚後は2人でカフェを経営しています。木村沙織さんの夢だったカフェを2人で進めることがまずは結婚生活としての日常だったのではないかと思われます。結婚生活から7年が経っても2人の仲良さそうな様子が SNS でも上がっています。そして2023年2月28日に木村沙織さんがインスタグラムを更新し、第一子となる男児が誕生したことを明かしました。やっと会えましたとコメントしながらベッドで眠る息子の姿を公開した木村沙織さん。名前は幸太郎くんで、祖父が名付けたと明かしています。出産を終え妊娠までいろいろあったり、妊娠中も不安要素があったり、生まれてくる瞬間もへそのを2周首に巻いて出てきたりと、困難をさらっと乗り越えてきた我が子に感謝ですと振り返った木村沙織さん。ファンからはたくさんのお祝いのメッセージが寄せられており、同じ元日本代表の大山加奈さんも、ママ頑張ったね、母子ともに無事で本当に良かった、本当に本当におめでとうと泣き顔の絵文字とともに祝福しています。他にも元選手の新鍋梨沙さん、迫田沙織さんらがお祝いの言葉を送っています。そんな幸せいっぱいな木村沙織さんですが、実は夫の日高雄二郎さんと離婚間近とも言われています。理由としては先日のカフェの閉店が関係しているようで、表向きには閉店理由が大阪を離れるからとのことですが、実際の閉店理由は夫の接客による客足が遠のいたからとも言われています。 Google の口コミでは5段階で 1.6 という厳しい評価で、旦那全く接客に向いてない、旦那さんの接客が最悪ですねなど、日高氏の接客態度に対する不満の声が多く寄せられていました。このことで離婚間近とも言われていました。最後に現役時代の監督との確執についてまとめていきたいと思います。木村沙織さんの選手時代の監督さんは多くいますが、確執という内容で出てくるのは中田久美さんとの関係でしょう。中田久美さんの考え方は超体育会系であるようです。反対に木村沙織さんは体育会系のような上下関係が苦手だし嫌いだということが分かりました。この正反対の考え方を持つ2人がぶつかるのは当然のような気もしますね。いかがでしたでしょうか。今回は木村沙織さんについてまとめてきました。まずは年収について調べた結果としては、プロ契約選手なのでそれなりにもらっているということが分かりましたね。特に海外リーグに挑戦しているときは多額の金額をもらっていることが分かりました。バストについては確証がないものの巨乳の持ち主でありそうです。歴代彼氏についてはバレーボール選手との噂が多く、本当にバレーボールが大好きだなという感じですね。結婚生活ではバレーボール選手との結婚で幸せそうに過ごしていました。監督との確執では中田久美さんとの考え方の違いがあったようですね。時代も変わっていき、スポーツを楽しめる監督さんが増えてくるといいなと思いました。そして現在の木村沙織さんの様子ですが、大阪でカフェを夫婦で営んでいることが分かりました。昼間は綺麗なカフェで、夜はおしゃれにお酒を飲むことができるようです。木村沙織さんのバレーボールのみではなく、いろいろなことで人生を有意義にしたいという考え方はとても良いなと思います。小さい頃からの夢であったカフェを開くことを目指しても、ここまで有名な選手になってしまうと、その後は監督業やコーチをすることになる方が多くいます。それでも自分自身で選択した人生を送ることは本当に大切なことだなと感じました。
今後も木村沙織さんが夫婦で元気に生活してくれることを願っています。カフェは年内での閉館が決まってしまっていますので、次は木村さんがどんなことをしたいのか、どんなことをしていくのか注目ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。